やっほーい、山城です。今日も京都で稲刈りしてるんですけど、今日あとこの田んぼともう一枚とちょっと半端なところやれば一目惚れ生食用の稲刈り終了です。残るは飼料米のみ。とりあえず一段落って感じですね。で、今は結構うちから遠いところなので、コンテナを父がうちに持って帰ってて、その待ち時間です。なんで鎌とこれで端っこに余ってる草を買ってます。私は大変な田んぼ以外ほぼ自分がオペレーターしましたね。で、最初の頃は半袖短パンとかで運転した気するんですけど、これネックウォーマーして頭もやって、これ服この下にもシャツ着てて、今あれですね、タイツも履いてます。もう冬の始まりぐらいの格好で稲刈りしてるんで、で風も結構あって、秋口は一気に天気というか気候がガラッと変わりますね。じゃあ父が来るまで自分はスマホでアニメでも見ながら時間を潰して待ちです。最後終わるとき動画撮ろうと思ったんですけど、すっかり忘れてました。こんな感じでとりあえず生食用の汚れは収穫おしまいです。風強くてホコリっぽくて目が痛い。しかも雲もめちゃくちゃいい感じだから今日タイムラプス撮るべきでしたね。まあしょうがない。じゃあお家帰ります。バンコをトラクターにだいぶ慣れてないから、こんな近くに通っても全然起きる気配がないですね。見てみてほしいやつだ。今までトラクターの後ろにコンテナをつけてたんですけど、それを外して、もううちで米引くことはないので片します。